薬学部の笹岡利康教授を紹介します。笹岡教授の専門は糖尿病、内分泌学、低血糖と肥満を伴わない新たなインスリン抵抗性改善薬の研究開発を行っています。糖尿病はその原因としてインスリンの分泌、インスリンが出ないということと、それから効かないということに分かれるんですけども、私の研究はその効かないその原因、これをインスリン抵抗性って言います。でその基準を明らかにして新たな治療に結びつけようと、こういった研究で研究を行っています。笹岡教授の研究室ではおよそ10年前に血糖値を下げるインスリンの働きを弱めるタンパク質 CYP2 の存在を突き止めました。現在その働きを阻害することで糖尿病患者の血糖を下げる治療薬の開発研究を行っています。CYP2 の作用を阻害するっていうんですけども、弱めることによって、糖尿病の患者さんでは血糖が高い時だけに効きますので、低血糖になりにくい、それと肥満を伴わない、こういった特徴がある、新たな治療薬になるのではないかというふうに私は期待しています。また笹岡教授と共に研究を行う和田講師は CYP2 の特性を生かし糖尿病とともにアルツハイマー病の治療薬の研究も行っています。最近糖尿病はアルツハイマー病と関連があるということが分かっていまして、これは脳の細胞に、神経細胞におけるインスリンの作用不全が関係あると言われてますので、場合によってはこの脳のインスリン作用を高めることでアルツハイマーの予防薬のようなものに対する可能性が開けていると思っています。そして笹岡教授の研究室の常木淳教授は脳の血糖調節メカニズムに着目してオレキシンに関する研究を行っています。オレキシンというのは脳の神経ペプチドの一つでありまして、睡眠と覚醒のリズムを整えたり、あるいはエネルギーのバランスを整える作用を持った生体内物質です。私たち の研究室ではさらにオレキシンが糖代謝にもかかることを発見しました。でこの作用を活用して生体リズムを整えつつ糖代謝を改善するような新しい糖尿病の治療法を開発したいと思って日々研究を続けております。糖尿病患者の生活全体の豊かさの向上を目指してインスリン抵抗性の改善に関する研究を行っている笹岡教授に今後の目標について伺いました。私はストレス、高齢化社会に向けた創薬を目指して研究を行っていきたいというふうに考えています。一つのキーワードは、インスリン抵抗性を改善する CYP2、 また非常に日内リズムを司るオレキシン、こういった2つの鍵となる分子を、作用をさらに解き明かして、そこから新たな治療法の開発に目指して研究に励んでいきたい、頑張っていきたいというふうに思っています。